この2決戦、ぐーたら投手様を、やっていくよ。おお、カットインだ。いきなり弾幕か。うへぇ。この攻撃、結構きついな。一周するのか。突然の死に困惑。うまく回避できぬ。ノーダメだと。うん、おにぎり食わしてダメージが入るわけでもない。なるほどな。振っているときは無防備になるってことか。このレーザー苦手。よし、あと少し。また弾幕か、って、雑魚もいるじゃん。この攻撃はノーダメは厳しいな。よし、耐えたぞ。よし、倒した。
この投手様、ノリノリである。第2ラウンド、始めっか。こういうリングで戦うのは、カービィやゴエモンでもあったような気がする。ふん、さっきよりもこのリング戦の、方が戦いやすいな。いいね、ユーカリンもノリノリである。ないだと。攻撃パターンの変化に対応できないんだ。よし、追い詰めた。マジか。これはまずいですね。ふう、助かった。くそ、何やってんだよ、もう。マジかよ。とうとう残機が10を切りました。この弾幕の回避が安定しない。これはフリーよりもジャンプの方がレーザーを回避しやすい。そっちじゃない、危ねえ。もうここは気合と関東運で乗り切るしかない。
回目以降はここの演出は短縮される。貴様の攻撃は全部お見通しだ。なんでジャンプしたんだ。余裕を持って地上に降りる。もうコンティニューは、ごめんだぜ。これで、終わりだ。ここ、ドクター・ワイリーだ。エンディングだね。せっかくなのでエンディングを見ながら感想などを語ろうかな。まず一言で言うと、大満足。以前からムーさんの作品はツイッターなどで存在は知っているものの、実際に手に取ってプレイしたのは今作が初めて。原作の雰囲気を残しつつも、
独自の世界観で展開するストーリー。アレンジを加えたユーカリンの衣装や作中に登場するキャラたちも可愛らしくて魅力的でしたね。てか、イラストがすごい私好み。ゲームの難易度としてはアクションゲームということもあり少し高めの印象。私は難易度アドベンチャーでプレイしたものの、ピクニックでプレイしても良かったかもしれない。作中でも昔のスーパーファミコン作品に影響を受けているであろうギミックも多くあり、懐かしさを覚えつつも昨今のアクションゲームと比べても難易度はやや高めの印象。まあ最近のゲームの難易度が全体的に昔と比べて下がっているということもあるかもしれないが、キャラや背景がすごく可愛らしいので大人だけでなく子供にもおすすめしたい作品ですが、プレイする際はまずは難易度ピクニックでプレイすることをおすすめします。ゲーム内におけるすべてがヌーさんお手製なのがすごいよね。過去作はもちろん今後の作品も非常に楽しみですね。今回で言う有事的のユーカリンは、ひとまずクリアですね。予定ですが次は、フラフラ冒険フランちゃんの、プレイを検討中です。フランちゃんもいいけど、ルーミアちゃんも出るっぽいので、期待。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。